モハメドアブは、ガーナ出身の同国代表サッカー選手。DC ユナイテッド所属。ポジションは MF。2010年8月31日、イングランドプレミアリーグのマンチェスターシティ FC と契約を結んだ。直後に、ノルウェーのストレームスゴトセトイフに、レンタル移籍し、プロデビュー。2012年1月に、ブンデスリーガのアイントラハとフランクフルトに、レンタル移籍。 3月末、フランクフルトで出場機会がなかったことからレンタルを打ち切り、ストレームスごとセトイーフに、再びレンタル移籍。2012年8月、ラージョバジェカーノにレンタル移籍。2013年2月1日、FC ロリアンに、レンタル移籍。2013年9月2日、デンマークスーペルリーガのオーフス GF に、レンタル移籍。2014年2月21日、 フルスストレームスゴトセトイーフに完全移籍で再加入。2017年1月、メジャーリーグサッカーのコロンバスクルーに移籍。2018年8月10日、ボレレンガフォトバルにレンタル移籍。10月4日、ボレレンガに完全移籍。2020年3月、買い取りオプション付きのレンタルで DC ユナイテッドに加入。年月日に開催された。 アフリカネーションズカップ2012予選のスーダン代表戦で75分にデレクボアテングとの交代でピッチに立ちガーナ代表としてのデビューを果たした3日後ナイジェリア代表との親善試合で初スタメン54分までプレーし試合はスコアレスドローに終わった2012年1月11日アフリカネーションズカップ2012登録メンバー23人の一人に 選ばれた。同大会では、グループステージ第3戦のマリ代表戦に出場した。ありがとうございます。